組んでって178センチしかないように見えない。どうなしみりょうソフトボールでーす。やっぱ髪型で盛られてる感じとあのジャンプ力ですかね。というわけで始まりましたトークザフトボール。今日のテーマはこちら、ユーロ注目国、フランス代表特集というわけで、ユーロのですね、まあ中で特にね、ワールドカップ優勝国ですので、フランスはまあ本命になっていますので、今回はですね、そのフランス代表の、まあ、メンバーだったり戦術を深掘りして楽しく分かりやすく、解説していきたいと思います。というわけで早速ですね、フランス代表の今回のメンバーをご覧いただきましょう。どうぞ。はい、こんな感じで、もうね、あのビッグネームだらけのですね、楽しみなメンバーになるんですけれども、ね、このね、リストだけだとちょっと分かりにくいので、僕がですね、まあフォーメーション図に当てはめて今回のリスト作らせていただきました。こんな感じです。はい、こういう感じでね、ちょっと、まばらに配置されてるみたいになってるんですけれども、まずね、ユーロ自体がコロナの影響で枠が拡大されて、今までの23から26になりました。ただ、実際にですね、試合に、まあ、関与できるベンチ入れるのは23人までということで、今回ですね、選ばれた26人のうち、3人はですね、落選してしまうんですね。なんでここ、まあ、ここで僕が予想させていただきますと、まずセンターバック、まあ、ズマカ組んでが、まあ、どっちか落ちちゃうのかなっていうふうに、このメンツだと思います。で、直近の試合だとですね、ズマが使われてて組んで使われてないみたいなのが、まあ、スタメンからの話ですけど、あるんで、っていうところを考えると、まあ、単純でね、空中戦弾き返すところだったら組んでもすごいんですけれども、ズマはちょっと別格なところがありますし、逆にね、ズマは裏ケアとかそういったね、複数の判断を求められている時に苦しいみたいなのがありますんで、最終的にはね、当然、合宿でのパフォーマンスとかを見て決めるんでしょうけれども、現状だと組んでの可能性が高いかなと思います。で、中盤より上の選手で言うと、まあ若手のテュラムですね。テュラムに関しては左サイドで、まあね、あの、ウィンガーとして活躍するみたいな選手なんですけれども、プレーの安定感が他の選手に比べて、比べて足りないのと、左サイドに関してはユナイテッドでやってるみたいにポグバを回せますし、右サイドのコマンだったりエンバペも回せると。でシソコに関してはね、中盤もできつつですね、右のクローザーとして守備の仕事しながらね、ドリブルでの推進力とかフィジカルを生かした、強みがありますので、なんでその辺でテュラムが、そのベンチ入りしない可能性が高いなというふうに思いまして、そしてベンゼマも復帰したフォワードね、ここねエンバペも入ることできますんで、ってなるとフォワードの頭数足りていますんで。ここベンエデルが落ちるのかなって思うと、ベンエデル、トゥラム、そしてですね、先ほど申し上げたズマカ組んでの、このね、3人が、26人の枠から、削られて23名になるのかなっていうふうに、予想しています。で、ここからですね、やっぱり気になる選手、今回代表に復帰したベンゼマですね。おそらく、マルシャル落選の影響が大きいと思います。なんでね、トップでキープ力がありつつ、左サイドに流れて、このチャンスを作りながら、自分自身もゴール前にまた現れるみたいな、ね、マルシャルの総合値全部上げたみたいな選手が、ベンゼマですので、今回のベンゼマの招集っていうのはですね、そのフランス代表のね、内部の、まあ、政治的問題とか、コミュニケーション問題とか、そういったところを置いといたらですね、かなりの戦力アップになると思います。で、そんなね、ベンゼマ、レアルマドリードのエースストライカーが、なぜフランス代表からですね遠ざけられてしまうことになったのか、ここからの話はですね、ちょっとフットボールの綺麗な話とかあとはちょっとかけ離れた話になってしまいますのでね、聞きたくないとかですね、お子さんに聞かせたくないみたいな方はですね、一旦この動画からね離脱していただいてね、聞いてるね、あのパソコンをですねへし折っていただいたりですとかね、携帯を窓から投げて愛犬に取ってきてもらったりとかね、もう聞いてるイヤホンを引きちぎってうどんに入れて一回すすっちゃってもいいんでね、その後にまた戻ってきて動画を楽しんでください。というわけで何があったかと言いますと、バルブエナ事件。これですね、2015年の、まあ当時フランス代表のチームメイトだったバルブエナ。このバルブエナのですね、ちょめちょめテープが流出したっていうことで、そのですね、流出、させてる組織、その組織とですね、バルブエナを仲介する役割、これをベンゼマが担ったっていうふうに言われていたんですね。ベンゼマとベンゼマの友人の、まあ、前科持ちで、刑務所から出所してきたばかりだった、人がいるって言われてました。このベンゼマとその人がご飯食べてる時に寄ってきた男がいて、バルベーナのそういったちょめちょめテープを、まあ、持っているから、バルベーナと、まあ、繋いでくれって言ったのかはわかりませんけど、まあ、それに、よってですね、バルベーナにベンゼマが、ね、こういった問題解決する知り合い知ってるから、そいつに会ってこいっていうふうにベンゼマが言ったそうなんですね。ただ、これをバルベーナは、本当に親切してくれるんだったら、そんな会ってこいなんて何回も必要にね、会ってこいって相当ベンゼマ言ったみたいなんで、
そんだけあってこいっていうよりも、そういったテープ消してくれるだろうと。なんであってこいっていうふうに言われたってことは、当然ね、自分もバカじゃないから、ね、金銭的なやり取りとかが発生するんだと思ったみたいな。ね、まあこれバルベアの主張ちょっとあるなって、そりゃそうだよなって思った部分あったんですが、ベンゼマとしては、そういった問題を解決してあげるために、自分は進めただけで、決してですね、その恐喝とかしてないと、一切金銭のね、強要とかもしてないから、潔白だっていうにね、無罪を主張していたんです。で、この無罪の主張が通ったんですね。まあ、ここに関してはそれぞれのね、皆さん自身の考えもあると思いますけど、実際に無罪でした。ただ、無罪だったんですけど、ベンゼマがされた処置っていうのは代表からの追放でしたね。当時の、フランス大統領とかもですね、代表にふさわしくない人間だって言って、ベンゼマの招集にですね、拒否反応を示していて、実際にデシャンも呼びませんでした。で、そのデシャンがですね、呼ばなかった行為に対して、ベンゼマが怒って言った発言、これがかなりですね、デシャンの、勘に触れたと言いますか、デシャンがね、この後の厳しい対応に、走ったわけなんですけど、どういったことを言ったかって言いますと、デシャン監督がレイシストだとは思っていない。だが彼はそういうグループからの圧力に負けたのだろう。少なくとも監督一人の決断かどうかわからない。なぜなら自分は監督ともサッカー連盟の会長とも他のみんなともいい関係を持っているからだと。でこれでですね、デシャンが、返した発言、これ公の場での発言ですけれどもね、こう言いました、ベンゼマだけに関わることじゃない、他の人たちの発言もあり、私の家族に対する暴力的行為につながった。私個人のこと、監督としての選択や戦術、技術的側面であれば普通のことだ、構わない。だがこれは一線を越えたと。なんでベンゼマとしてはね、自分無罪なのに、無実なのに代表に呼ばれない、だからね、監督ともいい関係だったはずなのに、他の人が誰かけしかけたんだみたいなね、そういったことを言って、それによってですね、デシャン監督としては自分がね、まるでレイシストであるかのように、そういった人たちの圧力に負ける人間かのようにベンゼマが言ったということで、家族にもね、そういった批判が来て、危険にさらされて、そんなやつを代表に戻すわけいかないっていう、もうかなり関係修復不可能な感じですよね。ただこれを乗り越えて、デシャン監督もですね、去年だったら、昨年の普通にね、コロナなしで開催される時期だったら無理だったって言ってますけど、これを乗り越えて2021年再タッグというわけで、これをね、フランス代表のためにっていうふうに言ってるんですよ。実際にそこのコメントもね、ちょっと今忘れかけましたけど、抜粋しますと、たくさん議論してメリットとデメリットを考えた、私の考えを伝えてきたし、復帰を喜んでいる、このような立場にある以上、フランスを代表とするメンバーとなることが一番だ。選手のクラブでのパフォーマンスを見る必要があるし、私が彼を選んだのはそのためだ。でですね、ジルーとの競争に関して、常に競争ある。だがジルーとベンゼマは3年以上もこのグループで一緒だったことを忘れてはならない。私はフランス代表の利益のために選択している。ベンゼマの招集でそうすることになると思うっていうことでですね、もう自分のプライドとかわだかまりとかそういうのを乗り越えて、フランス代表を勝たせるためにベンゼマを招集したんだっていうね、これなんかちょっと胸熱展開ですよね。それに、ベンゼマもね、ああいったひどいこと言っちゃいましたけども、今実力で応えるみたいになって、これでフランス代表が結果出したらですね、一つのね、またサッカー界に大きな物語、歴史が刻まれると思いますし、これでフランス代表が崩壊したら、それはそれでね、バッドエンドの物語として刻まれることになると思いますんで、フランス代表が戦うユーロっていう、なんかね、この面白い映画を見る上で最高のパンフレットを、今見せてもらったみたいな、そういう感じしています。でですね、ジルーとこのベンゼマが、ちょっと問題あったんですよ。これ何かっていうと、フランス代表にね、選ばれたベンゼマがインスタライブで、ジルーどうですかみたいな聞かれた時に、フランス代表に合ってると思うよって答えて、その後ですよ、ただね、F1 とゴーカートを一緒にしないでくれとね、自分は F1 だみたいな言って、これ案にね、ジルーがゴーカートだってことですよね。かなりインスタライブで呼ばれない悲願もあったのかもしれません。そういったところで、ジルーをかなり強烈にディスったわけなんですよ。これに対してジルーなんて言ったのか、これ僕すごいなって思いましたね。ベンゼマが代表から追放されていることに対して、残念なのは明らかだ。カリムはそのクオリティを持って印象的な選手であり続けているからね。僕は彼と言い争ったことなんてない。対立していることを望まれていたけどね、彼とは常にいい理解、関係にあったし、お互いにとてもリスペクトしていた。少なくとも僕の方はそうだよと言い返してないですね。もうベンゼマにそう言われたけど、自分はリスペクトしてるよっていう、こんな大人なね、素敵な対応できます？味方をね、こう悪く言わないみたいな、あっちから言ってきてんのにみたいな。なんでね、こういったジルーのね、普段の味方を生かすプレーみたいなのがこういった発言にも出ていますし、これでね、ベンゼマが今回復帰してね、ジルーとね、こう生かし生かされの関係になるとしたら、それはもう素晴らしい、なんかもうまた一つの物語になりますし、その時にベンゼマにはしっかり謝ってほしいなっていうふうに思うような事件でしたけど、また一つね、これでフランス代表楽しめる要素になったと思います。でこっからはですね、フランス代表どういったね、スタメンで臨むのかっていうところで、僕の予想スタメンを紹介させてください。こんな感じです。
はい、ちょっと悩んだんですけれども、一応ね、ベンゼマが復帰するっていうことで、それをね、控えに置くっていうのは、ね、なかなか、デシャンでもできないんじゃないかなっていうふうに思いつつ、ただね、フランス代表が今まで勝ち取ってきた、ものっていうのを、理解しろみたいな発言もしていますので、なんでトップベンゼマかジルどちらかだろうなと思って、グリーズマンが、このね、ツートップの軸になるだろうなっていうふうに思います。この辺の戦術的理由、また後で説明します。でですね、中盤なんですけれども、右にエンパペを入れたのは、ワールドカップでもやってましたね。前線のジルーとグリーズマンが守備をして、サイドのエンパペが高い位置に残ると。なんで、それでですね、まあ、カウンターで、サイドからエンパペのスピードドリブルを活かして、決め切るみたいな感じで、ワールドカップの時にね、エリア外でファールしようとしたロホがね、早すぎてエリア内にエンパペ入ってきたみたいなのありましたけど、エンパペが高い位置に残ることによって、相手のサイドバック怖くて上がれないみたいな守備的な効果もあります。で、逆サイドのコマンはですね、守備にそういう風に、献身性発揮しますし、ね、攻撃の時にもですね、鋭いドリブルを、まあ、両足使ったクロスとともにですね、武器にできる選手ですので、なんでこういった布陣になるのかなというふうに、思っていますね。で、こっからですね、まあ、細かい戦術的な話をですね、ボードを使って話させていただきます。はい、青がフランス代表、赤が対戦相手だとしまして、先ほどね、エンパペのカウンターの話しましたけれども、予選ではポゼッションでの攻撃すごく多かったです。このね、フォーバックなんですけれども、サイドバックがですね、高い位置を取って、ね、サイドの選手が中に入ってきて、サイドバックが高い位置を取って、そこに中盤の選手がですね、ダブルボランチの選手がクロースロードだったり、センターバックが開けた間のスペースに置いてくるみたいな、結構ね、オーソドックスな、4-4-1-1 からポゼッションするチームの、やり方っていうのを取ってきます。なんで、ラビオも、ポグバもカンテも、まあ、中盤の選手こういったね、ビルドアップの時の、折り方っていうのをしますし、またですね、この両サイドバック、まあ、パバール・リュカエル・ナンデスっていう、まあ、バイエルンコンビですけれども、そこにですね、まあ、前線の選手たちも、全員攻撃的な選手がいますんで、ね、このね、フォーバックの左肩上がりで右は上がらない形、右肩上がりで左上がらない形とか、こう、5エリアの取り方、ね、この5つのエリアをですね、バランスよく取って3-2-5で攻撃するって形結構ベタになってますけれども、このやり方でですね、両サイドどっちが上がってもですね、バランスを取りながら中盤の選手たちがですね、中に入ってコンビネーションするみたいな、まあそういったやり方をしていまして、5エリアの取り方をその時々によってですね、臨機応変に選手たちがですね、左肩上がり、右肩上がり、使い分けるっていうことができますので、なんでね、相手にとってはすごく対応のしにくい攻撃をしてくる、そんなチームがフランス代表です。で、あとはですね、大きく揺さぶりながらのコンビネーション。こういうふうにね、サイドバックが高い位置を取って、それによってね、こう空いてきたスペースに中盤ダブルボランチの一角から人が降りていって、こういうふうに揺さぶるじゃないですか。揺さぶりながら、このね、スペースができた瞬間にコンビネーションしてみたいな、まあこういった攻撃をするんですよ。で、この時もですね、3バック作らないで中盤の選手がちょっとずれることによってみたいなやり方もできて、複数の形でビルドアップできる中で最後のコンビネーションっていう感じなんですけど、基本的に、まあ相手がですね、これだけ揺さぶられたら押し込まれて陣形もね、どんどん後ろに下がっていきますので、深くえぐってからのクロスが多くなりますね。なんでその時にですね、やっぱりジルーがいないとどうしても低いクロスになってしまいますので、この決定率が下がる。まあ、ジルーみたいに空中戦強い選手がいると自分が決めたり、ね、深い位置からのクロスを落として周りの選手がですね、そういったスクランブル状態の中で決めれるみたいなこともありますので、予選の段階ではですね、ジルーが非常にですね、まあ、キーマンと言いますか、攻撃を完結させる上で重要な選手になっていました。ジルーがいないとどうしても地上戦のコンビネーションに頼る感じになりますので、あとは、ボールをすごい長い時間支配できて、切り替えもね、激しい選手。特にグリーズマンなんか、高い位置での守備すごく激しくできまして、カンテなんかもいるんで、ね、こういった揺さぶって押し込んで、相手ボールになったかなっていうところで、ゲーゲンプレス。ね、もう切り替えの瞬間激しく奪って、そこからね、また高い位置から二次攻撃仕掛けるみたいな、そういったやり方もですね、フランスの、一つのパターンです。で、そこでね、決めきれなくても、それだけ押し込まれて、一人一人の個人技も、ね、エンパペだったり、コマンだったりとか、高い選手が多いんで、そういった選手たちに足引っ掛けてファールしちゃうと、セットプレーで後ろからね、キンペンベだったりバランとかがね、上がってきてジルーと一緒にですね、空中戦を相手に挑むんで、相手にとってはね、耐えて耐え忍んだとしても、最終的にはですね、そこに人数をより一層セットプレーでかけた攻撃も来るんで、すごく厄介なチームだと思います。で、守備ですね、守備に関してはですね、徹底したフロントエリアのケア。ね、今両サイドバック上がりましたけど、守備の時にはですね、こういう風に、
4-4-1-1 になりまして、そこでキーマンになるのはグリーズマンですね。グリーズマンが低い位置でビルドアップしようとする選手、そういった選手にですねボールが入らないように、相手のサイドバックがボール持ってる時とか低い位置のボランチの方のコースを切ったりですとか、そっちのボランチの方についてなかなか高い位置での展開をさせなくしますね。なんで相手は遠くからねこう展開させなきゃいけないので、ね、それだけね遠回りの攻撃になってミスなんかが起きると、カウンターでね一気にエンパペとかグリーズマンを使ったですねショートカウンターみたいな、そういったのも食らってしまいますので、このねグリーズマンをデシャンが大事にする理由、このあたりの守備を絶対にサボりませんし、また奪った瞬間の軽打ちとしての能力、ほんとねグリーズマン自身はスピードないかもしれませんけど、このグリーズマンだったりジルーっていうのは周りのねエンパペだったりコマンっていうこういったねスピードあふれる選手たちのですね、そういったカウンターを生かす、ね、自分がワンタッチツータッチでですね的確な判断でボールをですね叩くことによって周りの選手を加速させるっていう、そういった能力がありますので、なんでグリーズマンがですねこの代表では軸になると思います。なんでこういった4-4-1-1で徹底してねこの中を使わせないことによって同サイドに圧縮して守備で奪い切ってしまうというオーソドックスなんですけど、フランス代表にやられるとすごく嫌な、守備の仕方ね。これで、ね、全部でハイプレスとかだと高い位置からの、このねショートカウンターになりますけど、それによって裏返されるね、前から人が行くことによってスペースが空いて、そこでねこの長いボールからの、拾い合いでやられるってことあるんですけど、ある程度低い位置でブロック作ったところからの同サイド圧縮になりますので、相手もラインを上げてきてラインを上げてくるってことは、先ほど言ったようにエンバペの、カウンターっていうのが生きてきますので、フランス代表にやられるとすごく嫌な守備から嫌な攻撃っていうのがこう地続きでつながってるっていう、まあそういった感じになるんですね。で失点パターン、こんなフランス代表でも弱点ありまして、一つはですね繋いでるところから起きるミス、これはねどうしてもこうサイドトゥーサイドで振りながらね、あのチャンスのところでくさび入れたりとかして雑にジルーに当てるみたいなことをやるサッカーをするわけじゃないので、低い位置からのパスミスでそのままショートカウンターで失点はあります。でもう一つはですねフランス代表の守備の仕方、あの特にエンバペ戻ってこなかったりとかね、逆サイドのコマンも時々戻ってこない時あるんですけど、そうなるとダブルボランチがサイドに振られることになって、この振られた状態からクロスをマイナスに入れられると、バイタルエリア、こういったねディフェンスラインの前のエリアのケアがですね、ダブルボランチがここに入れなくなる状態でボールがサイドから戻ってくるっていうことがありますので、なんでそういった折り返しに決められたりですとか、一発目で決められなくてもその混戦状態で人数少ないところで後ろから上がってきた選手にやられるってことがありますので、フランス代表としてはですねこういったってようなですねワールドカップ予選とかであるようなサイドが戻ってこれないところをボランチがケアしようとして、結果最終局面で使われるエリアを開けてしまうみたいな、そういったサッカーをしないように守備を徹底できるかっていうのがすごく重要なポイントだと思います。なので今回のフランス代表、ワールドカップの時よりもですねすごく強者の戦い方、予選の話ですけれども、サイドバック上げてポゼッションして決め切るみたいな戦い方をね軸に戦っていますので、ワールドカップの時よりもですね相手にカウンターを決められやすいサッカーになってるんですね。なんでこれをユーロ本大会になってワールドカップの時みたいにエンパペのカウンターを生かすみたいな、そういった形にするのか、それともこのままのやり方でいくのか、力でねじ伏せようとするとですねむしろ足元を救われるっていう可能性もあると思いますので、ここで選ぶスタイルね、魅力的なスタイルをできる選手は揃ってますけど、それをやることによってですね足元救われるっていうね、ドイツ代表がですねワールドカップで経験したパターンにフランスもなんないかどうか、ちょっとそこが心配なポイントですね。なので今回のね予想布陣ではね、ポグバをダブルボランチを一角に入れました。これはねワールドカップ予選とか直近の試合でこれやってるんで入れたんですけれども、今のユナイテッドでうまくいってるパターンはポグバをサイドに、このね配置することによって中盤の守備のですね構成力を持ってあげる、中盤でねポグバがバランスを取るっていう能力がちょっとまあないというか苦手、なんか気合入ってたりとか気持ち乗ってたりするとやる時もあるんですけど、どうしてもそういったですね周りとの、このね守備の組織をちゃんと整えながら相手潰すみたいな、そういったタイプじゃなくて自由さを与えて生きる選手なので、なんでカンテのパートナーにエラビオだったりとか他の中盤の選手を置いてサイドにポグバでポグバ中入ってきた他の選手サイド高い使わせるみたいな、そういったところでフェラン・メンディ怪我してなかったり良かったんですけど、まあ、リュカエルなんですもできないわけじゃないんで、なんでねポグバをサイドに使った方が、まあ、ビルドアップの時に下げることもできますし、そういったねプレス体制の高さとかもポグバは持っています。で守備の時にですねポグバの弱さが出ないっていうところでフランスのね失点パターンを減らしつつ、攻撃で、このね自分たちから、ボールを、このつなぎながら能動的にチャンスを増やすみたいなできなくなるかもしれないですけれども、それはね試合の途中からギアを上げるって感じでコマンだったりレマルト
とかいろんな選手を投入すればいい話なんで、なんで本大会でですね、ゴリ押しのこのね、強者が、この横綱相撲で押し切るみたいなサッカーを選ぶのか、それともワールドカップでやったみたいにある程度重心を後ろに置きながらリスク管理をしながら、この勝つみたいな、最終的に強いやつが勝つんじゃなくて勝つやつが強いんだみたいな、そういったサッカーをできるかみたいなところがですね、フランス代表が、ワールドカップに続いて、タイトルを勝ち取るために重要なポイントだと僕は思います。こんな感じでいかがだったでしょうか。面白い動画だと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。